先日、ツイッターで日本社会福祉司会がこんなツイートをしていまして、えーっと、これ、YouTube で誰か取り上げてくれるかなと思って、しばらく様子を見てたんですが、あの <laughs> 全くその気配がなさそうな感じなので、まあ、あの私のチャンネルでは国家試験の動画もいろいろ上げてはいますので、まあ、一応そういう立場上、この件についてはしっかりと取り上げていきたいと思いますというわけで、ツイートの内容ですが、 意見の提出という見出しで、日本社会福祉士会は9月27日付で、社会福祉士国家試験の在り方に関する検討会構成員宛てに、社会福祉士国家試験の在り方について、各意見を提出しました。今回、ホームページにも掲載していますという内容で、まあ、詳しいことはホームページ見に来てねということなんですけれども、えーと、このツイートから3日が経った時点で、いいねの数がまだ1桁で、リツイートに至っては無反応といった状態でですね、 えー、国家試験の話にもかかわらず、まあ、ほとんど注目されてないかなっていうのがこれでよくわかると思いますで日本社会福祉士会のホームページを見に行くとこんな感じで PDF のリンクが貼ってありまして中身は A4 の文書2枚となっていましたでこの動画では簡単に大まかな内容をお伝えしていきますので中身を全部読みたいという方は概要欄のリンクから飛んでもらえればと思いますが えー、この文章に書いてある内容は大きく2つに分かれていてまず1つ目が「求められる社会福祉士像について」という話でここでは日本社会福祉士会が考える理想の社会福祉士には4つのポイントがあるということになっていますでその4つのポイントの1つ目が ソーシャルワークの専門職としてソーシャルワークの価値倫理に基づく人権擁護社会正義の実現多様性の尊重集団的責任等を体現する社会福祉士ということで、えー、まあちょっと抽象的すぎてあの分かるような分かんないような、まあ、そんな感じなんですけれども、えー、学校にいた時はなんかこういう話はなんか <laughs> よく聞いてたような覚えはありますけれども まあ、あ,のあとの2番目以降もこんなふんわりした話が続くのでちょっと一個一個取り上げるのは省略しますけれども、えー、ただ全体を通して共通して言えることは、えー、社会福祉士とは ソーシャルワークの専門職であるということですね。<laughs> まあ共通していることもなんかちょっとあのふんわりした話になっちゃってるんですけれども <laughs>、まあもうこれね <laughs>、今更みたいな感じの話で、そもそもソーシャルワークが何なのかっていうのもねも、ここではあえて触れませんけれども、ああ平たく言えば、相談業務をしていない人が社会福祉士ですとかアピールしちゃうのって、なんか微妙だなってことなんですよね。 もちろん資格を取ってから家庭の事情だったり個人的な事情だったりといろんな事情で実務につけない人がいるのは何も社会福祉士に限った話ではないですからそれは全然いいと思うんですよね。あの前に生活保護の話をした動画でも日本社会福祉士会だけではなく日本ソーシャルワーカー連盟も同じような見解を出しているっていう話をしましたがえ仕事をする気満々で社会福祉士の資格を取った人の多くが 実際にソーシャルワークの仕事ができてないっていうこの現実をなんとかしなくちゃいけないんだっていうことをこの日本社会福祉司会が重い腰を上げてようやく本気で考えるようになったんですねっていうのがあのまあ私個人的なあの解釈ということになります。であともう一つの話なんですけれどもこちらは国家試験の問題に関することになっています。 でこれもポイントが4つに分かれていてただ一個一個説明するとそれだけで時間が長くなるのでざっくりとまとめちゃうんですけれど要は最低限実務で通用する知識が問われる試験じゃないといけないのに今の試験問題は実務で通用しないとか場合によっては全然関係ない話がちょっと多くないですかってことなんですよね。えー、これはもう私は本当その通りだなと思っていて。 あの自分で言うのもなんですが、えー、相談員に転職する前も含めて、えー、今までそこそこいろいろ勉強はしてきた方かなとは思ってるんですけれどまあそんな私が人生でダントツでクソだなって思いながら勉強したのがこの社会福祉士の国家試験でした <laughs> なので私の場合は国家試験を1回で終わらせる動機の半分はもうこんな勉強来年もやってたらほんと時間の無駄でしかないっていうのと まあ,あともう半分は、あのまあ、これは私の個人的な話ですが、えー、父親がいつ死んでもおかしくないかなという状態だったので、まあ、そういう意味でもダメだったらまた来年とかっていう考えは自分の中には全くなかったとっいうことなんですけれどもね、えー、まあそんなこんなで、私の場合は結果的に合格発表の翌月にまあ父親が亡くなったので、えー、まあそういう気持ちで試験に臨んだのは正解だったとっいうことにはなるんですかね。 まあ、いずれにしても現役学生の新卒は除いてという条件にはなりますが、えー、私みたいにある程度の年齢になって異業種から転職するような人で実務経験が全くない人が今の試験に合格してそれからソーシャルワーカーとして希望の場所に採用してもらえるところが世の中にどれだけあるのかというのが今の現実で、えー、それこそがここで提示されている問題の核心に触れるところでもあると思います。 実際社会福祉士の試験はあのそんなの知っててどうすんのみたいな問題が毎年それなりに出てくるんですよね。えー、ただ直近で言うと来年の試験はもうこの話はさすがに対象外だと思うので、えー、来年度から採用される新しいカリキュラムに合わせて再来年の試験から内容が変わるのかこの試験の見直しの時期については意見書の中では具体的に触れてませんでしたが えー、全体を通して見る限り令和6年度の試験の前に問題の出され方が変更される可能性は十分にありえるんじゃないかなと私は思いましたけれども皆さんはどのようにお感じになりましたでしょうかご意見質問などありましたら、えー、高評価と合わせてコメントをよろしくお願いします